そう、ルートンタウンにね、橋岡選手来ますね。本当に。ヒアミーゴーしてましたもんね。いや、すごいな、マジで。俺の弟仲いいですから、橋岡選手。橋岡なんかね、ハーフタイムセレモニーしてるみたいな説出てるけど。お、橋岡いるじゃん。え、橋岡ハーフタイム出てきたぞ。すげえ。いや、ドヤ顔できるもん、これ、橋岡。すげえ、橋岡。1分前、ルートンの公式 X ですね。うわ、すごい。公式 X、フォロワー結構いるね、ルートン。1、10、100、1000万、10、21万人いますね、フォロワー。ちょっとフォローしよう、ルートン。橋岡、ちょっと頑張ってほしいわ。では、僕、橋岡選手、X 相互フォローですからね、僕。いや、そうっす、僕、そうなんですよ。橋岡選手、相互フォローなんですよ。ただ、俺、話したことないからね、その、弟つながりというか、ちょっとその、卑怯な手という、卑怯ではないですけど、いや、ちょっとほんと頑張ってほしいよ、橋岡選手。いや、すごいなぁ。プレミアリーグまで。いや、ほんとにすごいね。プレミアリーグまで来るってすごいことだよ。いや、マジ頑張ってほしいなぁ。弟から LINE 来てたわ。いや、プレミアまで来たのマジすごいわって返事来てたわ。橋岡選手、俺の4個下ですね。だから、24か5ですね。24か。そう。俺の弟が4個下なんで。いや、頑張ってほしいな。橋岡選手めっちゃ能力高いからね。マジで。いや、橋岡、めっちゃいいタイミングでルートンの観客ご機嫌の状態で。あ、でも今回橋岡とかもいますからね。いや、橋岡入ったか。橋岡俺さ、すごい親近感あるんだけどさ。これ理由があって、俺、弟が、俺の弟、橋岡と同級生で、高校一緒なんですよ。え？そう。で、俺ん家来たことあるんだよ、だから。え？で、俺が大学生かなんかの時に、橋岡連れてきてよ、時あって。で、その時橋岡レッツのユースで、でも、飛び級とかで試合出てて、そうそうそう。で、センバで橋岡。で、俺だから、ユースの試合とか、俺高校サッカーめっちゃ好きだからさ、翔平とかも俺見に行くじゃん。で、俺レッツのユースの試合とか見に行ってたよ。だから、弟の友達だし。で、橋岡センバで、対人無敵だったの、マジで。マジ？俺の弟こんなすげえやつと友達なんかと思って。マジで、俺絶対プロなるぞ、つって。やっぱプロなるじゃん、レッツで。で、そしたらレッツで蓋開けたら、右ウィングやってたんよ、当時。あの、組長って言われてるレッツの、あの監督の時に、あの右ウィングやってて、で、右ウィングでも縦ぶち抜きまくってたのよ。あ、早かったもんね。そう、だから俺の中で橋岡ちょっとウィングのイメージちょっとあんのね。なんなら多分レッツで橋岡あの時応援してた人の中では、多分みんな橋岡ちょっとウィングのイメージ若干残ってると思うよ。そうそうそう。だから今ちょっとサイドバックとかになってるけどさ、そう、橋岡のウィングも結構パンチあるからね、マジで。スピードとパワーあるから。あ、そうもんね。パワーもあるもんね。あるあるある。確かに。でかいしね。だって浦和出身だよね。そう、レッツレッツ。ね。で、多分少年団とか多分、それも浦和だと思う。いや、そうです。浦和のどっか。そうそう。いや、橋岡はもう、本当に、俺だからウィングのイメージあるもん。だそれこそ関根貴弘とかもさ、レッツの。その時確か関根が海外行って、で、橋岡が右ウィングみたいな感じで。なるほどね。関根もエピソードめっちゃあるからね。あの、ほら、俺ら中学の時さ、俺らグランデでさ、関東大会、負けたら引退の1回戦目。1回戦目。関東大会の1回戦目、レッツでさ。関東大会で、なんでレッツみたいになったもんね。ね、なんで埼玉同士でさ。で、俺左ウィングで、右ウィング関根だったのよ。レッツ強すぎるから、押し込まれまくって、そうね。俺可変して左サイドバックになって、関根とマッチアップしてんの。俺10番だったんだけど、ね、関根に縦ぶち抜かれすぎて、ハーフタイムで交代したからね。あれ、そうだっけ。そうだそうだ、俺めっちゃ覚えてる。俺忘れないもん、これ。あれじゃあサイスターの第3グラウンドでしょ。そう、関根10番で相手右ウィング、俺グランデ10番左ウィング。相手強すぎて押し込まれて、俺左サイドバックになって、関根に全部縦ぶち抜かれすぎて。そりゃそうよ。10番がハーフタイムで交代するっていう。いや、そりゃそうよ。そうそう。だから俺結構ね、レッツのそれこそ昇格組とは割とゆかりあるんよ。俺も関根に、その試合俺フリーキック決められてるから。俺関根だっけ。俺そうだよ。関根で。マジ。うん、フォア突き刺されたもん、確か。いや、ちゃんとプロ行ったもんね。ね、ちゃんと行ったね。ちゃんと行ったもんな。安心だよね、なんか。安心安心。行ってくれてよかったと思って。いや、あの時のレッツマジ強かった。マジ強かったもん。強かったマジで。俺らレッツ行けなかった組だったからね。グランデだから。そうそうそう。橋岡とかだって結構もう一回り下だもんね、俺らのね。そうね。4個下とか結構下だもんね。いや、でも代表まで来てるからね。ね、橋岡も。いや、すごいよ。マジで。いや、マジすごいよ。なかなか来れないよ。うん、本当に。まずプロになることもむずいし、そもそもね、そっから生き残ることもすごいじゃん。ちゃんと来てるからね。あと、オナユアドとかも。いや、俺ら言うて結構エピソードある。今の代表というか、
トップでやってる人たち結構関わりあるもんね。オナユーワードいた。オナユーワードとやってるからね、俺ら。やってたね、そういえば。ガンガンやってるからね。確かに。小泉慶とかね。ああ。小泉慶に俺覇気だけで吹っ飛ばされたから、俺マジ。あと大山圭介。あ、大山圭介ね。大山圭介知ってる人いるかな。アルデージャーで俺は相当一番上手いと思う、ね、俺もあれ、いや、あれ天才だよ、ね、いやマジで天才だよね。俺大山健介のおかげで、うん、あのパスサッカーに目覚めたからね言ってたもんね。そうアルディージャンね、アルディージャンのせいで俺、うん、こんなねじれたサッカー感になってるから、ね、俺あそこで興奮されてね。そうあそこでチンチンに支配率 93% ぐらい、うん、多分、ね、堀崎公園で、ね、堀崎公園で一生回されたもんね。そう一生回されて、うん、あ俺このサッカー以外やらないって大山圭介に感謝よ、本当に。本当ね。そういえば伊藤敦樹も浦和の選手だもんね。あ、そうだよ。伊藤敦樹もだって俺らソサイチやってるもんね。一緒に選手だね。あれなんかレッツの集団じゃねみたいなさ、ユースのね、こう卒業生でね、試合出てて。しかもこれ結構最近の話じゃん、多分。そうそうそう。伊藤敦樹ね。2年前ぐらいかな。そう。オフシーズンなんか調整してたんだよね。そうそうそう。伊藤敦樹ね。超でかい金髪のやついて、そこの周りの友達もさ、うん、いやあの人。レッツの選手っすよって言ってさ、ね、だから当時もうほんと大卒、いやほんとそうだよね、多分大学生じゃないかな、うん、大学卒業のタイミングぐらいだね多分、うん、あの冬だから。そうで俺レッツの試合もちょいちょい見てるからさ、うん、そう伊藤敦樹見てて、あれ俺なんか見たことあんなって思ったら、ね、そうやっぱそうだよねあの時のね、ソサイチの、いやうまかったもん、ね、いやうまかった、なんか散らし放題だったもんね、うん、ポグマみたいになったもん、ね、なってなった超でかくて、うん、でかいのに柔らかくて、そうそう見えてるしね、そう日本にいないタイプだね、うんうん、そうね、どでかくて、うん、周り見えてて散らせる系ね、うん、そもそもでかいとさ、まあ、センターバックか分かる分かる、フォワードに生かされちゃうもんね、うん、大体。あと IQ も高いしね、相手のパスコースの流れに立ってるもんね、もうね、うんうん、流れ着いたところに伊藤敦樹もいるもんな。そうね、で強いし普通にたまには、うん、俺のアベントゥーラチームの仲いい後輩がいるんだけど、うん、そいつのマブダチが伊藤敦樹。あ、そうなんだ、うん、へえ。どこ行くにも車らしいよ、やっぱり。電車とかも全く使う、まあプロだから、まあ、いや、そりゃそうよ、エリアだからね、うん、いや、そりゃそうよ、いや、俺もそうだもん、だって、うん、そうだね、ここ何年電車乗ってない俺誰も電車乗らない。いや、俺も絶対無理、電車は。まず俺、決めた電車に絶対乗れないからそれで世界狂うもん、もう、ね、せっかく日本の電車ちゃんと来るのよね。そうだよ、使う側が乗れないもんね。そうそうそう、ね、だから代表スタメンむずいっていう話ですよ、これは。なんならもうランダムで決めてもいけるよね。いや、それぐらいこのメンツだったらマジで本当にメンツも、うん、今回すごいよね、うん、ということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。